どうも、としつぐです。今回は、22年ぐらいかな、僕京都住んでるけど、それでもあんま通ったことない道とかあるから、そんなとこ散歩しつつ、気になったお店とか寄ったり見たりしながら行こうかなと思って、とりあえずここバル、ここにコールドプレスジュース屋さんが入ってるから、とりあえずそこはリニューアルオープンしたんで、で、まだちょっと11時オープンで、まだ10時45分ぐらいなんかな、だからちょっと前で待ちたいと思います。前お店があったのが、あそこにポスター貼ってある、なんかちょっと板仕切られてるとこで、こっちにお店が変わったんやけど、なんかまだ本社の人的な人がなんか作業してはって、入っていいんかわからへん。なんか入ってよかったっぽくて、何飲もうかな。ちょっと試飲もらったということで、デビッドオットジュース、なんか前回はなかったパンとかも売ってて、今日はここに並んでるジュースだけあって、見えるかな、前はカウンターだけあったんだけど、中にソファーとかもできてて、もう表の席とかもできてる。それで買ったのがこれ、アップルブルーベリーココナッツ、あとね、これかな、ノベルティでグラスをもらった。結局歩いて京都駅ら辺まで来て、ここでランチ食べることにした。この黒ピザ、これがすごい気になる。ほんまにこんなに黒いんかな。この水がデトックスウォーターのところもちょっとポイントが高い。これが照り焼きチキンプレート、ピザのマルゲリータも頼んでみた。じゃーん、これが僕のメインのカレー、オリジナルカレーらしくて、で、ご飯は安定の大盛り。いただきます。カレーもピザもすごい美味しくて、でカレーは辛さが選べて普通にしたんやけど、普通でも結構スパイスが効いてる。じゃーん、デザートのパンナコッタ、なんてこった。なんかこのメニューで見た時よりもうちょっとちっちゃいんかなと思ったけど、結構しっかりしたやつ出てきて驚いてる。これは嬉しいやつやな。いや、美味しかった。パンナコッタもすごい美味しくて満足で、またまた散歩。じゃーん、前も来た京都タワー、お目当てのタピオカジュースや。何頼もうかな。ということで、タピオカ購入。何やったかな、ココナッツ豆乳かな、なんかバナナ豆乳が良かったんやけど、バナナ豆乳だけホットが無理って言われたからココナッツ豆乳に変えて、このタピオカがチョコタピオカらしい。結構ココナッツ強いけど、これもこれで美味しいしいいかな。適当に歩いてたらこんなところにバーを発見。なんかすごくて、なんかここに銀座のバーテンダー一同からお花来てるのと、有名なんかな。で、気になって調べてみたら、なんか世界一のバーテンにならはったらしくて、なんかメニューとご飯とかも載ってるんやけど、すごい全部美味しそう。ここにもタピオカ屋さんがあって来たのに、まさかの潰れてた。今カルディに来てるんやけど、ここまさかの2階建て、初めて。今度チーズフォンデュするから、これまた買いに来よう。
150g やから2つ買えばいいか。これ前紹介したけど、この硬いタコスキーじゃなくて、この柔らかいタイプが欲しいんやけど、これトルティーヤとブリトーやし、ちょっと大きいねんな。これ有名なやつやん、青いお茶でレモン入れたら色変わるやつ。これも今度買って試してみよう。このオーガニックパンケーキの素かな、パンケーキミックス、これも気になる。ルイボスティーを発見。40包で460円。3本ぐらいしか入らないよね。いつも買ってるやつよりだいぶ安いけどな。美味しいんかな。やっぱ気になるものが多すぎる。前もここ通って思ったんやけど、これこんなこと言ったら怒られるけど、これ絶対伊勢丹の袋やんな。はい、というわけで帰ってきたんですけど、あの後プラプラして、で夜ご飯ちょっと串カツ、初めてのお店やったんですけど、串カツ食べに行って、ちゃんとこうこんなソース入れにこうちゃんと二度漬け禁止みたいな、大阪の本格的な感じの、まあ居酒屋さんやけど串カツ居酒屋みたいな、まあそこも非常に美味しくて、それでこれ、このデイビッドジュースでもらったグラス、これ結構可愛くない？でまあちょうどいいサイズなんで、こう愛用しようかなと思って、これあれやな、自家製の野菜ジュースとか入れて飲んだらめっちゃ似合って美味しそう。で今日も。だいぶ元気になられて、ほら、すぐ来るように。元気ですね。餌は？もう食べ終わった？近いな。はい。元気になりました。まあそんな感じで今回はバイバイ。